はい、どうも不明だよです。今回ですけれども、最新セレクトボックスね、登場しましたけれども、その中でですね、最強ツモを使ってがっつりプレイをしていきたいと思います。で、まあ最強ツムなんですけれども、まあ基準をね、まあ何にするかによって、まあ最強ツムっていうのは、まあコロコロ変わってくるんですけれども、まあ今回セレボの9000万ダウンロードセレボの中でですね、1プレイでの性能がめちゃくちゃ強いツム、こちらをね、使っていきたいなと思っております。で、何のツムかというとですね、まあ皆さん、わかるかな？こちらです。アドベンチャーアナになります。でこちらね、アナと雪の女王の、キャラクターアナなんですけれども、アナ史上最強のツムとなっております。で少しの間ね、2種類だけになるよとすいません、というスキルなんですけども、びっくりマークを押すと、ちょっと特殊なスキルで、アナはつなげた最後のツムの周りをね、まとめて消しますということで、最後ですね、チェーンの最後の周りを消します。でクリストフの場合はつなげた最後のツムの、中心に縦ライン消去をしてくれるということで、強い、楽しいけど難しいっていうところがあるんですけれども、今回ね、まあ、アドアナね全然使ってなかったんですよ。多分今年入って1回も使ってないんですけども、まあ、ちょっとね、実況しながら、動画撮って見たところ、無理やった無理やったちょっとおとなしと実況しながらっていうのが本当に無理でですね、まあその1回一発撮り撮ったんですけれども、ちょっとあまりにもひどかったんで、その後にちょっと実況なしの、音ありでね、ちゃんとがっつり集中してプレイして、まあある程度いいプレイできたんで、それをね、皆さんに紹介しつつ、まあ解説とかをねしていきたいと思います。ということでね、早速プレイの方いきましょう。はい、こちらがねプレイ動画になります。でまあこちらもね、まあ実況しながらっていうのを諦めて、まあ、その後ね一発で撮った動画なんですけれども、まあやっぱりね、音割りっていうことでめちゃくちゃやりやすかったです。はい、でね、タイムボンもめちゃくちゃ出たんですよ。はい、ただね、ただまあいろいろあってですね、まあその辺は最後まで見ていってください。でまずね、解説するとですね、まあたくさんなぞって消しましょうっていうとこなんですけれども、タイムボム狙いっていうのがとても重要で、基本的に穴を消しまくる。で 4,5 チェーンすればだいたい9から14とか15とかそれぐらい消してくれます。 4,5 チェーンでね。でね、ツムがあまりにも周りにいないとですね、7消去とかそういう感じになってですね、タイムボムの、まあ、生成範囲内に入ってこないというところがありますので、そこだけね、ちょっとツムの配置盤面を見てですね、ちょっと臨機応変にやっていかないと、まあ、このツムはね、なかなか稼ぎづらいというところになっております。まあ、ただね、とりあえず穴消しとけばチョコテ入るんで、どのツム消しても入るんですけれども、まあ、穴消しとけばとりあえずいいかなと思います。で残り余ったクリストフとかはですね、もう3チェーンでちょんと消して、基本的にまあ3チェーンを作るんですけども、クリストフの場合はね、基本的にね、両隅、左サイドか右サイド、どちらかにですね、寄せていって縦消去をすることによって、隅だとね、消去範囲が少し削れるので、その分、まあ、タイムボムがね出やすい消去数になってくれます。今のとかですね、あらかじめ最初にですね、穴でツムを消してから、そこの残ったところをクリストフを消してタイムボムを狙っていくというところになっております。でこれね、本当に、まあ、ちょっとねプレイずっと見ていただければわかるんですけども、最初ねめちゃくちゃ俺プロかと思ったもん。自分でプロか、アドアナプロかと思ったそれぐらいいいプレイできてたんですよ。そしてタイムボムもかなり出ててですね、これはやべえぞと、普通に2万枚超えるペース来てたんです。まあそれのね、それがなんと最後にはああいう形になってるんでぜひね最後まで見ていってください。今50秒で、まあ、2400枚
いいっすね。もう2500枚で、しかもタイムボムもあるんで、ここね、ちょっとミスったんすね。今のとかさ、穴消して、クリストフだけ残ったんで、まあ、ああいう感じでね、いい感じに消去してくれるんですけど、スキルで溜まったボムは、もう消しまくって、スキルループにつなげると。で、スキル発動中にもね、まあ、ところどころ消していいと思います。自分はね、そこまで余裕がないので、余裕ある時には、たまに消すんですけど、もうチョコ停しながらね、ボム一個ずつ消すのもありかなと思います。はい。ただ、そこに集中しすぎると、アナとか、まあ、クリストフなぞれなくなってしまう懸念もあるので、自分的にはね、そんなやってないです。見て、タイムボム4つ、やばない。で、しかもまだ48秒で3500枚ぐらい。やばない。これやばない。タイムボム4つだよ。うぃ、最高。53秒3500枚だもんな。いや、ずーっとこのペースがね、続いてくれたら最高でしたのに、最高にならなかったんですね。まあね、この粒ね、集中力が本当に大事で、自分はね、もうね、疲れちゃいました。はい。でもね、本当に性能はガチで強くて、見てよ、これ49秒で4000枚。パチクソ強いやん。パチクソ強いやん。で、盤面にね、粒いなくなったら、まあ、降ってくるまで待つのもいいですし、上側を適当にね、サササササってなぞってると、なぞり判定が出たりしてですね、消去してくれることもあるので、まあ、そういう方法、まあ、どちらでもいいかなと思います。でもね、あんまね、上の方で消しすぎてると、結局ね、消せないっていうパティン工程があるので、まあね、そこはね、人によるかな。一回降らせちゃえば、まあもう一回ね、そこを降らせてから、例えば穴3チェーンとかしてですね、チョコテ入れちゃえば、その後すぐ、こことこことここ消せるっていうのが、すぐ判断できるので、まあ、そこでね、まあ一旦降らせてしまうっていう、まあその作戦もね、ありかなと思います。自分はそこら辺もね、たまに意識してやってます。けど、まあ上が なぞれそうな時は、もうね、そのまま行っちゃうんですけど、その辺はね、結構判断が難しいです。まあ、どちらかにね、固めてもらえればいいんですけど、自分はね、欲張ってしまうので、はい。ダメですね。そういうとこが僕はダメなんです。タイムボム出てるんですよね。すげえ出てるんですよ。また3つ出てるし。40秒で6000枚以上。やばいっすね。で、アナもね、クリストフも両方ともそうなんですけども、あの、大積むをね、含めて、その、チェーンするとですね、消去数結構伸びます。クリストフなんかはもう、あれだよ、大積む含んで中央付近で消去すればね、あの、40消去とかも普通に狙えちゃいます。両サイド穴とかで消した後に、真ん中にデカ積むありの7、8消去とか、7、8チェーンか、クリストフすればですね、平気で40消去とか行くんで、はい。まあ、そういう方がね、まあ、実はね、あの、タイムボム狙わない方法でコイン稼ぎの、まあ、効率はね、良くなってくるので、はい。まあ、コイン稼ぎをメインにするのであれば、まあ、一番それがいいと思います。両サイド、アナとかクリストフで消しの中央ロングチェーンクリストフ。で、消去数爆伸びで一括でコインを稼いでいくというところですね。まあ、毎回それができるかっていうと難しいところはあるので、まあ、調整はね、必要かと思うんですけども。いいね、いいね。おい、いいね。あそこね、つなげたかったんですけどね、つながんなかったんですよね。ここら辺がもうね、ピンチだったんですよ。もうここからピンチ。本当にピンチ。もうね、疲れちゃってるんです。この時もう疲れちゃってるんです、自分。本当に疲れちゃっててね。困った。もう半ば諦めてるもんな。あ、
れ大失速中じゃないですかって思ってね。でも休憩とかしながらやればね、マジで本当に2万とか3万普通に出るツムですね。このツムは休憩ありでやればこのプレイもね、なんなら本当に2万枚とかいけてたレベルと思いますので。どうですか？あ、ちなみにこれスキルマックスなんですけども、低スキルだと効果時間がくっそ短いんでほぼ使い物にならないです。スキルまで3秒しか時間与えてくれないんで、ちょっと低スキルはね本当に厳しいです。まあ、低スキルでね、でもまあ一応40勝家とか狙えるっていう点では強いんですけども、まあ効果時間がね短すぎて難しいです。で残り12秒でさ、まあ8600枚とかだったし、まあ余裕でしょうみたいな感じだったんですよね。まあ余裕でしょう、まあ、この時点でもう、おー、モルタで食ろう万枚なんて余裕ですよねって思ってたんですけども、なんとこれが俺だよっていう感じのプレイを したんで最後まで見ていってください。見て、あーやばい、あーそしてアナがいない、あー終わっちゃう、で終わっちゃったとほっていう感じのね、私のアドラナプレイでした。はい。いや、序盤めちゃくちゃ強かったでしょ。はい。本当に強いんで、まあ皆さんも真似して使ってみてください。はい。そんな感じで今回は最強ツムを使ってね、ガチプレイさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それでは。心。